E プラスをご覧の皆さん、こんにちは。メディアイヤソンに出演します井上芳雄です。なんていうのかな、まあすごい昔、本当演劇の中でも本当に最古の部類の本だと思うんですけど、でもなんか去年ぐらい書かれたのかなっていうぐらいタイムリーなの、まあそれだけ人間って変わらないんでしょうけど、その女性の置かれた立場とかゆえの苦しみや喜びとか、まあ、逆に男性のなんていうんですかね、その、まあ、ずるいところとか狡猾なところとか弱いところとかっていうのはもう生々しく書かれてて、すごいびっくりしました。改めて読んで、あ、面白い、だからこそみんなこうやって何回も何回も上演したいと思うんだなっていうのは改めてそれはなんか分かりましたね。まあイヤソンって役はそうですね、なんかちょっと人間臭い、本当に弱いところやダメなところやずるいところっていうのを持ってそうな役なので、そこをまあ演じられるのはすごくチャレンジでもありますし、なんか俳優としては面白そうなところだなと思ってます。まあ、森さんね、いろんなタイプのお芝居やられてますし、その都度こうなんていうのかな、いろんな演劇的アプローチをされて、こうお客さんにね、こうショックを与えているっていう演出家っていう印象なので、まあ、今回どんな世界になるのか、すごいまあやる身ではありますが、その世界を体験できるのを楽しみにしてます。あとはね、森さんといえばやっぱ稽古時間が長いっていうのが本当にたまに傷っていうか、まあ、だからすごい演出ができるのかもしれないですけど、それだけが本当にもう声が小さくなる感じですが、なんとか頑張って、食らいついていきたいと思います。楽しみにしております。ものすごく雰囲気が柔らかいので、メディア役と言われてもみたいな、今のところね、全然そんな感じのしない、まあ、いわゆる今までのメディアの印象ではありますけど、でもその南沢さんがメディア役をやられた時のこうなんていうんですか、インパクトというか衝撃ってすごいんじゃないかなと。そこのまあ表現ぶりというか普段とのギャップっていうのは、まあ見てみたいような怖いようなね、相対する役としてはありますけれど、面白い旅ができそうな女優さんだなっていうのはお会いしてすごく楽しみになりました。だって少ないんだよね今回ね。どうすんだろうなっていう、だからできるだけ僕のセリフの分量が少ないといいなと思うんですけど、少ないからみんなに振ってもらってね、とは個人的には思ってます。みんなで分担して頑張りたいなと力を合わせて思っております。どんな形で舞台上にその世界が立ち上がるのか、まだ誰も知らないという演劇ならではのワクワク感ありますけれども、まあ、個人的には久しぶりのストレートプレイなんですよ。2023年もずっとミュージカルばっかりやっていたので、なので久しぶりにセリフ劇できるというのも楽しみですし、森進さんとの久しぶりのこうね、まあ、共演っていうんですか、なんですかね、一緒の作品っていうのもどんな世界をねこう準備してくれてるのか、なんかいろいろ考えてるっていう話は聞いてますし、なんか若いもしかしたら音楽や歌もあるかもみたいな話もあると思うんです。でもきっと誰も見たことがないギリシャ悲劇に、悲劇かどうかも分かりませんね、演劇になると思いますので、その瞬間を目撃しに、一緒に共有しに劇場にいらしてください。お待ちしております。